こんにちは。12月29日、いよいよ年の瀬という感じがいたします。私の野球塾もね、昨日28日をもって無事にね、今年度の全日程レッスンを終了しまして、まあ今日から1月3日までお休みをいただきます。4日からスタートになりますが、今日はちょっと長男と1時間だけ野球してみたっていう最近やってるあのシリーズありますが、今日はじゃあ打ち納めしようかということで、今さっきまで親子野球でね、人投げバッティングをやってまいりました。ということで、冬休みに入りましてね、昼間休みになるものですから、まあ、いろんな、野球塾以外の申し込みがあります。まあ、いわゆるパーソナル指導っていう部分になるんですけど、だから一昨日なんかはね、朝8時に始まって夜9時までもうね、移動を伴いながらもう休憩なしで13時間野球漬け。はい、ここさあ、ナイスボール。おお、休憩裏。ああ、ヒット、さようなら、さようならです。おお、行ったぞ、抜けた、行った、行った。どっちが早いか。大変でしたけど、やってみたらあっという間。もう私野球やってる時ってのは無我夢中、熱中ですから、時計が、あ、やばい、もうこの時間だ、もう移動しなきゃいけない、じゃあそろそろ終わりにしようってぐらいな感じで熱中して野球やってました。時間も忘れてしまうとはまさにこのことで、私思うですね、人生じゃあ80年90年とした時に、俺このまま野球に熱中して生きてったら人生あっという間に終わっちゃうんじゃないかと。学校のつまらない授業ってまだ30分残ってるよとかってなるのが、要するにつまらない人生だと思うんですね。でいい人生っていうのは、時が経つのも忘れるっていうほど熱中する、これが幸せだと感じた時に、私今幸せなので、こんな心配もふとするぐらいに最近充実しております。ありがとうございます。ではね、今日はちょっとね、先日体験したことから私の考えをお話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。おし、中手、のぶしチャンネル。ラプソードっていう機械、皆さんご存知ですか？聞いたことある方も多いと思うんですね。なんか要するに、投球するとスピードはもちろんのこと、球種予測、回転数、回転軸、まあその他もろもろいろんな情報が一瞬で機械が表示してくれるというものです。バッターで打った打球も打球角度が出たりね、まあ大リーグで大谷君が打つとすぐに出ますよね、飛距離、角度、打球速、あれはきっとラプソードの技術だと思うんですが、それを、使って練習してみませんかと誘っていただいたんで、私のモットーでね、やってもないものを、世間の評判だけでいいだ悪いだってのは言いたくないんですね。だから一回やってみてね、それから必要か必要でないか、あ、こういういいとこがあるのか、ここはそんなでもないなっていうのを自分の経験で判断したいというのがありまして、行ってまいりました。昔はね、私子供の頃にね、それこそクリスマスプレゼントで、何ですか、速球王って言ってね、なんかボールにこうやって2本リリースとこにボタン引っ掛けてパンって投げると、キャッチャーがミットがバチってなったとこでストップウォッチが止まって、距離換算でスピードが分かるっていう、これが私らの子供の頃の最先端の、ものでしたね。速球王っていうおもちゃですね。それで球速自分が何キロ出てるかっていうのをやったものですけど、時代はあれからまあ30数年こんな時代になったんだなということですね。でね、私ラプソードやった感想になりますけど、
まあ簡単に言えばビデオと一緒ですね。私が指導者になりたての頃、今から20年前ぐらい、まだ画素が悪かったですけど、携帯でカメラが撮れる時代になって、選手が練習終わった後の自主練なんかでお互いにティーユで撮り合ってるのを私も見ました。で、そういうものがものすごい流行ってて、まあ最先端っていうか、そういうものがありました。昔はね、ハンディでね、こうやってカメラで撮ってた時代から携帯で撮れるようになったもんですから、まあそういうブームが来たわけですけど、ある時内山先生にね、当時浜子にいたので、先生ってあんまりビデオで撮ってどうのこうのしませんけど、それってなんでですかってこう話した時に、ビデオで撮っても分かるは分かるよなって、こういう打ち方になってるって、でもそれって俺が見てれば分かることだから、俺がお前こうなってるから直せって言って直してりゃ同じ根じゃないかと、すごくシンプルに言われました。なるほどと。で、撮ってあこうなってるからって直りゃいいけど、分かるだけじゃん。結局直すのは人間の、目と手で直すんで、映像じゃ直んねえよって、もう全くその通りなんですね。お医者さんもそうなんですよ。こういう例えばね、ここにピッと切り傷した時に、数日経つとこうやってかさぶたになって元の皮膚に戻りますが、これ医者に行って医者が治してくれるんじゃないんですよ。一定の時間とその期間に自然治癒力っていう、いわゆる体のやる気、元に戻ろうという体に備えた能力で戻るんです。医者に行ったら、まあ塗り薬をくれるぐらいですね。医者が治してくれるじゃないんです。医者っていうのは診断をしてくれるとこです。例えばお腹が痛いって言った時に医者に行くと、昨日何か食べましたか、カニ食べました、牡蠣食べました、あ、牡蠣が怪しいですね、食あたりかな、昨日お腹出して寝たんです、じゃあ寝冷えじゃないですかね、便秘は大丈夫ですか、生理ですか、こんな感じで、専門家っていうのはいろんな角度から分析してくれて、こうじゃないですかということを言ってくれる。よく風邪ひいた時診断しに行くと、なんかね、はい口開けてください、あーなんて言って、で次にここら辺触っていろいろやって風邪ですって言ってくれますけど、あれは風邪症候群っていうのは特に大きな病気じゃないからきっと風邪でしょうという診断らしいですね。こういうところで甲状腺のもっと大事な病気じゃないか、いろいろ見た中で特に問題なくて熱が出てる、咳が出るってことは、でインフルでもコロナでもない、これは風邪症候群という、まあその他もろもろの、体調不良になりますという診断だけど、それをもらうと、ああインフルじゃないのかよかった、コロナじゃないのかよかった、例えば白血病じゃないのか、大きい大病じゃないのかよかったっていうことになるわけで、我々指導者がやるべきっていうのはその診断というやつをやるんですね。だけど治すことっていうのって、ね、そう簡単にできないんですよ。だからラプソードっていうのは診断ですね。今の打った感じは打球速は出てますけど、打球の角度が高すぎて滞空時間の間に外野が追いついて、多分外野フライです、飛距離は90メートル飛んでないです、この辺りは打球は遅いけどいい角度に出てるんで外野を破れますとか、あ、じゃあこうやって高く、例えば45度のフライを打つよりかは30度ぐらいとか、もっと言えば25度ぐらいに鋭い打球を打った方が、ヒットになるんじゃないかとか、そういうことが分かってくる、そういうための機会だと思いますね。ピッチャーの回転軸もそうですね。あとプロの一流選手が何回転っていう、みんな共通の物差しがあるので、昔は球速ぐらいしか比較できなかったですけど、今は、同じカーブでもダルビッシュ君のスライダーに近いですとか、いえ僕のは田中マークに近いですとか、そういうのが数値で分かるようになって、非常に便利な時代ではありますけど、極論を言ったら田中マー君のスライダーしか投げれないが、ダルビッシュ君のような変化球を投げれるようにするっていうのが、まあ指導になってくるので、ラプソードの数字を見て何タイプっていうのが分かったとしても、 A タイプのピッチャーが B タイプの変化球も投げれるようにするっていうのはラプソードでは実現しない、私はこう思いますね。はい、だからプロの選手でもね、まあ、測ったことあるけど、あまり僕はああいうものには頼りませんっていう方が意外に多くて、私はズバリ言うとそのタイプで、
便利な機械だと思うけど、私がじゃあ選手をうまくするために、その機械をものすごく重宝するかと、そんなに重宝しない。まさに20年前のビデオで撮って教えるか、教えないかっていうぐらいの差です。全然測ったり撮ったりビデオ撮ったりするのはいいことだと思いますけど、本人が認識する、励みになったりはするかもしれませんけど、ビデオを撮ったりラプソードで数字取ることで野球が上手くなることはまずないと思いますね。先日もね、パーソナル指導で教えてるこの中でね、腕の振りがちょっとおかしな子がいたんですよ。リリースの時にこうやって肘が出てこういう風な形でリリースする子がいて、それこそさっきの問診ですよ。いきなりこんな肘出し投げちゃいかんって言ったところでね、一瞬の動作なんで、そんなのがなかなか治りません。治るとしたら、あんまりこの肘を抜けとか、スナップを使えとか、あんまり意図的な言葉を、かけて教えないように、自然な動作を引き出す、なんていうのかな、練習法。例えば私が掛川でよくやってるアップのドッジボールなんて、あんなのは別に投げ方なんて考えずに子供らはワイワイやってますけど、やっぱり本能的に腕振るんで、こんな投げ方する子は絶対いないですよ。だから腕の振りってのは、例えば昔の水銀体育でこうやってピッピッとこう振るときに、いわゆる内旋動作になるんですけど、こうは振らないんですよね。末端加速っていうのはやっぱり内旋になるんで。でもね、これの例え出してもね、今の子ね、ピッっていう時代なんで、水銀体温計知らない子もほとんどなんですよ。だから私よく言うんです。手洗った後に、あ、ハンカチ忘れちゃった、手ピッピッってやるときに、どうやってやるだって。あれ内旋なんですよ。要するに末端を加速して、雫を飛ばす。そういう点で、腕振るっていうのは、水銀体温計振る動作とか、手洗ったときに水を切る、手の使い方そのものが、内旋、野球の言葉で言うと内旋であって、野球の腕振る時の使い方です。あの時にじゃあ肘を出してこうやって振るかってことですね、縦に。あら、奥さんっていう投げ方はしないですよね。はい。だから自然なその動作を引き出すっていうことになると、言葉の限界はありますよ。例えば、甘いっていう言葉で表現できるのって、いちごも甘いし、砂糖も甘いし、アイスクリームも甘いです。だから、逆に言えばいろんな味を甘いっていう言葉でしか表現できないのが言葉の限界です。どのくらいどのようにっていうのを表現するにはあまりにも言葉ってのは弱い。だから意外にその部分を解決できるのは昔の長嶋茂雄さんじゃないけど、ピューンと来たのをビュンと振るとか、パーンと取ってシューッと投げるとか、なんていうんですかあれの。なんだっけ。擬音的なね、指導ってものすごい必要だと思います。あんまり立ち入らないことが大事です。子供が本能で投げたり打ったりできる部分、そういう部分を意識しながら来年も指導していきたいと思います。まあこのことは奥が深いんで、また、回を改めて丁寧に話したいと思います。はい。それじゃあね、本日は以上になります。